クロサイは、哺乳後期ヒズメ目クサイかクロサイ属に分類される木、ヒズメ類。原生種では本種のみで、クロサイ属を構成する。アンゴラ、ケニア、ジンバブエ、タンザニア、ナミビア、南アフリカ共和国、モザンビーク、エチオピアでは絶滅したと考えられ、カメルーン、チャド、ルワンダでは絶滅した。エスワティニ、ザンビア、ボツワナ、マラウイに再導入。 模式標本の産地は、希望本。東道町280から290センチメートル。尾長60センチメートル。肩高132から180センチメートル。体重350から1300キログラム。メスはこれよりもやや小さい。頭部や胴体は長く、頸部は太い。成獣では、磁界や尾の先端を除いて、体毛で覆われない。 体色は灰色や灰褐色で生息地の土の色によって異なる。むしろ口の幅が広くワイドライノセロスとされるべきところの際が合気されてホワイトライノセロス、つまり白サイとされてしまったため、それと対照的なもう一方のアフリカの際を黒サイとしてしまったと考えられている。次回は長く筒状。頭部には二つの角がある。俗名ダイサース、首相名。 バイコーナスともに二つの角の位。全角長42から1 3 5センチメートル。広角長20から5 0センチメートル。個体によっては三本目の小さい角がある。噴感が尖り、上唇がよく動く。これによりこの葉を口元に大量に引き寄せて食べることができる。文史がない。出産直後の幼獣は体重22から 45kg。 以下の亜種の分類は IUCN に従う。矢口に生息するが、産地の森林に生息することもある。ゴロンゴロの個体群ではオス2万6千ヘクタール、メス259から4 4四百ヘクタールの行動圏内で生活する。白名白母性で、昼間は木陰などで休む。単独で生活するが、以前は約10頭からなる小規模な群れを形成することもあった。 水浴びを好むが、寒気には砂浴びも行う。危険を感じると、突進し威嚇することもある。走行速度は時速5 0トルに達する。時には、母子で集団を作っていることもある。主に低木の葉を食べるが、寒気は、双本も食べる。強制関係にある生物として、牛ツ,ツキ類が挙げられ、外部寄生虫を食べたり危険を知らせてくれる。甘サギテリムクドリ族。 王虫類も共生関係になることもある。幼獣の捕食者は、ブチハイエナやライオンが挙げられ、ライオンは、成獣も襲ったり殺した、報告例がある。交尾は季節によらず行われるが、出産は、雨季の終わりの乾燥した環境で行われることが多い。妊娠期間は、平均465日もしくは463日と、する報告例がある。一回に一頭の幼獣を、 二から三年に一回だけ産む。授乳期間は一年だが、幼獣は、母親が次の幼獣を産む前まで一緒に行動する。オスは、生後七から八年、メスは、生後五から七年で、生成熟する。寿命は四十年以上と考えられている。核は薬用になると信じられていたり、イエメン北部などでは、ジャンビー屋の柄に用いられる。核目的の乱獲により、 生息数は激減した。1975年のワシントン条約発行時には、ワシントン条約付属書2に掲載され、1977年には、最下単位で、ワシントン条約付属書 I に掲載されている。1960年の生息数は10万頭と、推定されていたが、1960年代から1995年にかけて、生息数が、 約98減少した1996年における生息数は2408頭と推定されている。地域別では、ジンバブエの1980年代における生息数は1400から1754頭、1990年における生息数は1700頭、1993年における生息数は381頭、 1996年における生息数は315頭と推定されている。タンザニアでの1980の1984年における生息数は3130から3795頭。1996年における生息数は32頭と推定されている。国際再基金によると、クロサイの生息数は徐々に回復しつつあり、 2003年には3610頭、2007年には4180頭、2013年には5055頭、2018年には5630頭となっている。しかし、上記の通り依然として、歳の密量は横行しており、現在も決して楽観できる状況ではない。日本では2020年の時点で、日本では最下単位で、 特定動物に指定されており、2019年6月には愛顔目的での飼育が禁止された。2005年の時点で240頭が飼育されていた。世界中の動物園等の飼育施設では、飼育下での繁殖によって個体数を増やす努力が続けられている。ありがとうございます。